新須坊寺神社は、大阪市住吉区にある神社。式内社で、旧社格は孫社。新須坊寺社とも呼ばれる。当神社の由緒所。由緒所には、縁起式内の古社であって三宮と称されておく2000年昔の古僧剣であるとある。住吉大社が、摂津国一の宮と呼ばれたのに対し、当社が三宮とされた。江戸時代、大名が、 参勤交代の途中で、住吉大社に参拝する際、当社で旅装から定められた装束に着替えてから参拝したと言われている。住吉大社の新官が当社の新職を兼任することが多かったが、第二次世界大戦後、敗戦の混乱で存亡の危機に立たされ、八尾市の古社の新官が当社の土地を無償で譲り受け、初代偶司となる。当社の誘書書は、 初代の息子の二代目宮司が調査編集したものである。古来酒造賞また、医薬の祖神として信仰厚く、文武両道の守護神としてご神徳顕著であった。本社殿は、慶長年間陛下にかかったが、豊臣の老人高谷氏ほか四人の協力で現那四年八月二十一日、再建された。原文元年九月、徳川幕府は本社及び、 多米神社が廃れ滅びそうになったのを憂い、幕利勘広志望に、新素坊寺社、多米社と掘った、石碑二基をそれぞれに混流させた。江戸時代中頃の儒学者、並川聖書の交渉に基づき、所在不明の式内社に否定された神社のうち二十社に設置された標石の一つである。式内社は、縁起式神明帳に記載された国家祭祀の対象神社であり、多くは、 古代国家の解体と所在が分からなくなっていった。江戸時代にこれらの式内社を解明、検証しようとする機運が高揚した。並川誠書は、教法14年から教法20年の6年間かけてご機内紙を編纂し、その過程で機内の所在の紛れた全式内社を当時、存在していた神社に否定し、それを検証しようとしたが、 費用面から前者を対象とした検証は難しく、ひとまず、摂津国内の20社に、標石の混流し、検証を行った。混流は、原文元年から翌年にかけ、徳川幕府の指示を受け、摂津国東成郡赤川村の庄屋で、誠書の指示を受けた、弟子シュクボエヨによって遂行された。この時、混流された標石はすべて現存し、うち4基が大阪市内にある。 誠書の否定以前は三宮という別の社号で呼ばれていた。誠書の交渉には現在から見れば不十分な点も多く必ずしも正しいとは限らないが、これらの標的は近世における交渉主義、証拠主義の進展を示す資料として重要である。ありがとうございます。